長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊です本気論本音論チャンネル登録者数が順調に増えているんですが今1200人ぐらいにいってるんですかね本当に嬉しいですありがとうございますまだまだもっと増やしたいと思っていますのでまだという方はですねチャンネル登録もしくはいいねやシェアなどをしていただければと思います それででは今日の本題ですこちらメディアは国民の代表なのかというテーマでねやりたいというふうに思っております。いやーもうなかなか香ばしい話題なんですけれども事の発端はですね菅官房長官とこの人ですね望月さんだったかな望月磯子さんとかいう、えー、すごく有名な方らしいんですけれども東京新聞の記者さんらしいんですよねめっちゃ綺麗な人ですけどね。 この望月さんっていう人はですね、えーまあ、正直うん、まあ、政権に対して非常に批判的で左方向の活動家的な質問をバシ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 投げかけるので菅さんももうへきとしちゃうところがあって、まあ、結構喧嘩してるらしいんですよ。で菅さんに対していくつものお事実誤認に基づく質問を投げかけたり。 自分の主張を延々と言ったりということで、まあ、周囲の、えー、メディア軍団記者の皆さんの評判もはっきり言ってこの望月さんは良くはないです僕も知り合いに聞きましたけれども相当評判自体は良くはない人です、うん、ただねあのまず大前提を申し上げておきます僕はこの望月さんという記者さんの質問を全て見たわけではないですがあくまで全体としての方向性であり全体としての 大枠としての持月さんの姿勢は、僕は支持します。<は>ええー、多いおい長谷川そっちかなんていうふうに言われそうそうですけれどもね、えー、僕もともとメディア出身ですから、メディアと政治はね、なれ合う必要ないと思ってます。僕は。いや、なれ合ってる方が絶対におかしいと思ってるんです。なので、えー、政権に対してね、非常に厳しい姿勢を取る。これ僕いいと思ってますよ。で、同時に。 同時に菅義偉さんが望月さんに対して事実でないことに関して強く抗議をした僕これも菅さんグッジョブだと思ってまが事実誤認に基づく質問をするとですね僕も昔いたわけですけれども記者クラブの人数っての限られてるわけですから質問できなくなっちゃいます質問の時間っていうのは決まってるわけですからということは他の記者に対して失礼ですこれは。 もしその望月さんが事実誤認に基づく、もしくは推測に基づくような根拠の乏しい質問をしたのであれば、それは望月さんが良くないです。そこは訂正すべきです。ただ人間なので訂正すればいいのかなと、訂正して謝罪すればいいのかなというふうには思うんですが、基本的に僕はこの望月さんを批判する人も菅さんを批判する人もいるでしょうけど、望月さんと菅さんのやりとりっていうのは、僕はメディアと政権のあるべき姿だというふうに思っているので、 そそもそも望月さんを批判する気は一切ありません餅月さんんを批判する気は一切ありませんしかし、この菅義偉さんが抗議を望月さんに対して事実と違うじゃないかというのをやったことに対してジャーナリストというふうに僕ね、この方ご存知じゃないんですけどね、ジャーナリストらしいんですけれど清水さんとおっしゃるジャーナリストがこういうツイートをするわけですね。記者は国民の代表 記者は国民の代表。だから官邸に入れる。記者証も所持している。その記者の質問を無視するならば、それは国民に答えないということになる。まずもって清水さんという方は僕知らないですけど、根本的に間違ってんのは無視してないしね。別に菅さん無視してないし、事実と違うって言ってること、この人話すり替えてるんですよ。 質問を無視するなら国民に答えないということになるって言ってるんですけど、まずもって、あなた何を言ってんですかって話です。あなた何を言ってんですかって話なってんです話。菅さんがいつ無視したいめちゃめちゃ答えてるわって話ですね。で、まあ、問題になったのがこの香ばしい一文で、記者は国民の代表。これはねえ。 まあ清水さんという方がどういうご実績の方かは僕は知らないですけれども僕は十数年間にわたって現場の第一線にずっといましたけれどもうーん記者は国民の代表ではないかなそれは間違ってるかなとは思いますね。代表っていうのは選ばれなきゃおかしいです僕も当然記者パス持ってましたよ記者チ持ってましたよ僕は国会にスルーで入ってましたよ。 あの2004年ぐらいからなんですけど小泉さん小泉純一郎さんっていう人がワイドショーでも数字を取るようになってしまったので僕は「徳兼」というワイドショーのリポーターであり取材者でありましたけれども毎日のように国会行ってましたえそうですよ2007年2008年2009年この辺り120日以上僕国会入ってますからもしくはもう民主党本部だとか自民党本部っていうのを入れたらもう150日ぐらいになっちゃうんです僕も永田町ずーっといました じゃあ僕国民の代表だったんですかって言ったらそれはないからっていうかその意識持っちゃうとちょっとアウトかなっていう気がしますね。僕たちの仕事は政治家が喋りやすいようにバーッと喋らせてそれを流すことです。あと判断していただくのは視聴者の皆さん。判断していただくのは視聴者の皆さん。これ基礎中の基礎なので ちょっとこの清水さんという人がどういう方なのかわかんないけれどちょっと信念とか考え方としてもそもそも論すり替えてるしちょっとどうなんだろうなっていうところはありますけどただ昔「本気論本音論」っていう僕のコラムでも書いたんですけどこの言葉ね、はい、メディアは政権の監視役っていうことに関して、えー、結構誤解が広がってるのでもう一回言っときますね。 これはですね1800年代のイギリスをまあ皮切りに始まったおそらく、ポリティカルモニターの話を言ってるんんだと思うんですね政権の監視役と。まあ、確かに、ポリティカルモニター政治、政権っていうのをもう監視するんだというふうに訳せなくはないんですけどこれも,もう英語の妙であって多分ね政権の監視役だから厳しい姿勢で取るんだみたいな人ってもうちょっと英語を勉強した方がいいってそれ、サーベイランスですよね多分ね。 ポリティカルサーベイランスだったら僕も意味はわかるんですけど、えっと、サーベイランスっていうのは調べていただくとわかるんですけど、特に医療用語とかでよく使われるんですよ。あの、医療現場とかでよく使われるんですけど、サーベイランスっていうのは、何か悪いよね。何かきっとおかしいこと起きるよねっていう前提で監視する言葉のことをサーベイランスっていうふうに言うんですね。でも、モニターっていうのは、監視、サーベイランスと同じ監視っていうふうに、あの、 訳されてているるるんんでですすけど粛々とただ見るっていうニュアンスのある英語なんですつまりそもそもイギリスで始まったジャーナリズム論っていうのは政権の悪口言えっていうんじゃなくて戦争とか間違った方向に行った時はちゃんと叩けよ逆にいいことやってんだったらいい人て言えよこのニュアンスが最初できてるんですね。 ポリティカルモニターのことを悪口言ってりゃいいっていうふうに間違って訳しているあの日本人が少なくなくてそれは根本的に英語勉強しろよとしか思わないのでそれはちょっと違うのかなという気がしますねメディアというのは政権の悪口を言う機関ではないのでメディアは政権に対して厳しい姿勢を持つことは僕は大賛成です僕もやってたしでも まああのちょっと間違えた言葉が一人歩きしてるのかなっていう気がするのとこのジャーナリストさんが言う記者は国民の代表っていうのはそれは記者は別に国民の代表ではないかなそれは株式会社フジテレビジョンであったり株式会社日本テレビ放送網の上司に選ばれた人ではあるとは思いますが別に代表はしてないのかなってちょっと傲慢な勘違いしてるんじゃないかななんていうふうに思いましたけど皆さんどんなふうにお感じになったでしょうか 長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに